どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、もう非常に今ですね、ツイッターの方で、公式さんが、アップデートプレビュー、をされているんですけれども、そちらの、記事というかツイートに関して、今出てる情報ですと、まあ、その新しい資源の施設レベルであったり、あとは冬がやってくると、そういうツイートだったんですけれども、今回非常に興味深い、アップデートがなされるということです。この記事というか、もう完全にこれは、Facebook で、クラッシュオブクランの公式の Facebook となっております。こちらはですね、このように、アップデートプレビューと、新しい一戦資源のレベルが来るということで Facebook のリンクが貼られているんですけれども、お疲れ様ですチーフと、これからはまあ読んでいくだけなんですけれども、まあ、読みながら、今後どうなるのか、これはどういうことかっていうのをちゃんと、解説していきたいと思います。クラッシュオブクランの世界の経済バランスを保つため、次回のアップデートではいくつかの調整を加えることになりました。まずはこの変更の主な目的から説明しましょうと。中レベル、タウンホールレベル7から8でダークエリクサーが入手しやすくなる。中レベルの戦闘、タウンホールレベル7から9でエリクサーの備蓄量が増加。要するに、蓄えられるってことですよね、たくさん。そして上レベルの村、タウンホール8から10における戦闘ではゴールドとエリクサーが入手しやすくなった。これはどういうことかというと、先に進みましょう。では、次回のアップデートではどのような変更が入るのか具体的に見ていきましょう。エリクサーを使った壁のアップグレードは、壁をレベル9以上、要するに一般的に言われるレゴ壁にアップグレードする際に、可能になると。要するにドクロ壁に上げる際にはまだゴールドでしか上げれない。要するに50万っていうのは50万エリクサーで塗ることはできない。50万ゴールドで塗ることができるということですね。金山とエリクサーポンプのレベル上限を引き上げます。今後はタウンホールレベル8で、金山とエリクサーポンプをレベル12までアップグレードできるようになります。今ですとレベル11ですね。タウンホール8で11。そして、これまで、1代目のダークエリクサーポンプを建設できるタウンホールレベルを引き上げますと。これまではタウンホールレベル、タウンホールが8ではない、8じゃないと、ダークエリクサーポンプを、新規増設することができなかったんですね。タウンホール7でダークエリクサータンク、貯める方を作れるのにかかわらず、生産がすることができなかった。要するにタウンホール7では奪うことしかできなかったんですね、ダークエリクサーを。しかし、タウンホール7になって、なっても、ちゃんと生産ができるということですね。はい。2代目のダークエリクサーポンプを建設できる、タウンホールレベルを引き下げます。これまではレベル9でしたが、今後はレベル8で建設できます。今までは8で1つ、9で2つだったんですけれども、これからは7で1つ、8で2つというふうに変更されると。そして、ダークエリクサーポンプの最大収容量が全てレベルで増加しますと。これは要するにダークエリクサーポンプの上限、要するに生産量が増えるということではなく、タンクというか、ダークエリクサーポンプ内のタンク、わかりますね、ありますね。それが、収容量がちょい上がるということですね。変更なし、ダークエリクサーポンプのアップグレード上限は、これまで通りタウンホールレベル7から8ではレベル3、タウンホール9から10ではレベル6で、据え置きますと。これは変更ないということですね。今回のアップデートで、ダークエリクサーポンプの方のレベルが、例えば、今最大6ですけれども、7が出るということはないですよ、ということですね。それでは、チーフ各項目をさらに、詳しくご説明していきましょう。エリクサーを使った壁のアップグレードは、壁をレベル9以上にアップグレードする場合のみ可能になります。先ほど申し上げました通り、レゴ壁にする際にしか、エリクサーで壁を上げることができないと。これは、エリクサーを使った中レベルの壁、この中レベルっていうのはピンク壁であったり、ドクロ壁、紫壁であったり、ドクロ壁のことを言うんでしょうね。アップグレードが余っているエリクサーの手軽かつ重要な使い道となりました。とはいえ、これは放置時間の長いプレイヤーには好都合の反面、頻繁に村を攻めるプレイヤーにはあまりありがたくないことでしょう。そもそも壁のアップグレードにエリクサーを使えるようにした目的っていうのは、壁を強化方法の選択肢を広げる。今まではゴールドしか使えなかったんですけれども、ゴールドとエリクサーにすることによって運営は、その早上げと呼ばれるものをそこまでしてほしくなかったんでしょうね。はい。どうだ。そこでエリクサーでのその壁のアップグレードをレベル9以上のみに制限することで、高価な壁、イコールレゴ壁のアップグレードでは、この選択肢を残しつつ中レベルの村を攻める際にはエリクサーの備蓄量が十分に保たれるようになりました。これはどういうことだ？十分に保たれるようになりました。そういうことですね。はい。なお、エリクサーでの壁のアップグレードがレベル9以上に制限されていても、アップグレードに必要なゴールドとエリクサーの量は変わりませんが、要するにレゴ壁は今まで1個100万で塗れていましたけれども、制限されてしまったことによって、例えば安くなったり高くなったりはしないということですね。壁のレベルはもう一律今までと一緒ということですね。金山とエリクサーポンプのレベル上限を引き上げます。これ非常にいいですね。今後は、タウンホールレベル8で金山とエリクサーポンプをレベル12まで、今ですと11ですね、までアップグレードするできるようになりますと。中レベルの村でエリクサーとダークエリクサーが手に入りやすくなるのに伴い、上レベル層のゴールドとエリクサーの生産量も調整するため、金山とエリクサーポンプのレベル上限を12に引き上げますと。これによって放置中に生産される資源の量が増えるとともに、村を攻めた際には大量の資源が入りやすくなります。
要するに放置村から結構そのめっちゃ本当取れるということですね。これ結構放置村の需要がさらに高まりそうですね。なお、金山とエリクサポンプをレベル12にアップグレードすると生産量、収容量、ヒットポイントがそれぞれ上がります。うん、いいですね。1段目のダークエリクサーポンプを建設できるタウンホールレベルを引き下げます。これまではレベル8でしたが、今後はレベル7で建設できますと。はい、そうですね。ダークエリクサーに関して言うと、タウンホールレベル7は何かと、何の多いレベルでした。というのも、ダークエリクサータンクはレベル7で、タウンホールレベル7で建設できるのに、ポンプがないため生産がままならなかったからです。まあ、要するにタウンホール7では、せめて、まあ、ライトニングを落としたり、そういうことでしか、その、ダークエリクサーを入手することができなかったと。このため、ダークエリクサーの備蓄が、困難だった上、タウンホールレベル7の村を攻撃しても、ダークエリクサーがあまり手に入らないという不都合が生じていました。要するにタウンホール7のプレイヤーがダークエリクサーを貯めていることがもうないということが生じてしまったんですね。レベル7でダークエリクサーが手に入らなかったのは、憎くなったのは、当初バーバリアンキングのアンロックに適度の難易度を設定する必要があったためです。ダークエリクサーが登場した当時、その使い道はヒーローの訓練だけでした。ヒーローの訓練ですが、現在はダークエリクサーを使ってその訓練するユニットが増えた上、ラボでそれらの研究をしたり、バーバリアンキングをレベル5にアップグレードして、強力なアイアンフィストのアビリティをアンロックしたりと、必要な量が増えて需要と供給のバランスが崩れてしまいました。こうした点を踏まえて、ダンホールレベル7の村でダークエリクサーを手に入りやすくなるよう、ダークエリクサータンク及び闇の兵士者と同時にダークエリクサーボンプもアンロックされるようにしました。ただし、他のプレイヤーから攻撃を受けた時には、格好のターゲットとなりますので、守りはしっかり固めることをお勧めしますと。要するに、ダークエリクサー運営からしたら、ダークエリクサーをもうたくさんもうばらまくわけですよ。タウンホール7とかのプレイヤーに。運営はそのダークエリクサーをお前ら持ってけ。だけど、そんな取られたりしてこうヒーローとかのアップグレードが簡単になるようにさせんなよみたいな。わかんないですね。はい、すいません。2代目のダークエリクサーポンプを建設できるタウンホールレベルを引き下げます。これまではレベル9でしたが、今後はレベル8で建設できますと。はい、タウンホールレベル7と村7の村と同様に、レベル8の村でもダークエリクサーの必要量は大幅に増えています。バーバリアンキングのレベルを上げるだけでなく、頼りになるけど、高価なゴーレム部隊の訓練や、そのアップグレードの研究にもダークエリクサーが必要です。こうした状況に対応するため、タウンホールレベル8で2代目のダークエリクサーを建設できるようにしました。これにより、ダークエリクサーの生産量が増えることはもちろん、タウンホール8の戦闘でダークエリクサーを脱出できるチャンスも増えてきますと。なるほどね。ダークエリクサーポンプの最大収容量が全アップグレードレベルで増加します。ただし、先ほども申し上げました通り、生産量が増えるというわけではなく、最大収容量が増えるだけ。まあ、これはあんまりって感じですかね。次回のアップデートでダークエリクサーポンプの収容量が全て全レベルで増加しますと。これにより、今後は以前ほど早くダークエリクサーポンプが満タンになって生産が停止してしまうことはなくなるでしょうと。ただし、ダークエリクサーポンプの生産量はこれまでと同量で、ダークホールごとのアップデートの上限も変わりません。このアップデート変更されるのはダークエリクサーポンプの収容量だけですと。はい。ならですね、まとめると、まとめは本当この1から6なんですけれども、おそらく、最初の方は、運営さんは、早上げというか、ちゃんと壁を塗ってほしいっていう思いがあったんでしょうね。なので、前回のアップデート、レベル7ぐらいの、壁を上げるにあたって、エリクサーで塗れるようにしたんですけれども、そうすることによって、もう、なんていうんでしょうね、多分苦情も来たんでしょうね。まあ、わかんないですけど、苦情、多分来たと思いますよ。例えばもう、1年ぐらいかけてレゴ壁全部塗ってたのに、なんで今エリクサーで塗るんだよという方が、エリクサー一気に塗れるようになっちゃって、中堅プレイヤーが一気にこう上がってきたというのを受けてですね、多分そういうのもあったことによって、レゴ壁以上、要するにドクロからレゴに上げるぐらいまでしかできないということですね。これはということは、今までも、ダークエリクサーで塗れていた期間あったじゃないですか。ドクロ壁もエリクサーで塗れたので、それ、今、タンホール8ぐらいでドクロ塗ってるとは結構もう、今までですよね、それは。はい、そして、キンガンとエリクサーポンプのレベルを引き上げますと。これいいと思いますね。はい。これによって生じることは、そこまで早上げしても意味ないですし、今回のどれぐらい上がるかがまだ定かではないので、キンガンとエリクサーポンプが。はい。タンホール8のプレイヤーはダークエリクサーポンプとか、2個増えるので、比較的ババキンもレベル10にしやすいかなという感じですね。そして、ゴーレムとかもレベルを上げつつって感じですかね。で、1代目に、タウンホール7で1台目のダークエリクサーポンプを置けるっていうのは非常に大きいかなと思います。ババキンを。はい。懐かしいですね。ババキンを上げてた思い出が。そうですね。今回のアップデートはですね、こんな感じで、なんですけれども。分かりにくくてすいません。この概要欄に、この Facebook のリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。